草飛び、そしてゴール中央、田中が待っています。中前山から久富、さあクロスボールは田中、その前山大好き、勝ち越し、秋田勝ち越しです。失点のあとすぐさま返しました。秋田前半の35分、ここも前山久富で右に偏ったところ中飛び込んできた山田一樹です。非常に空いたスペースをうまく使う秋田、そこから勝ち越しゴールが生まれました。今のシーンです。点で合わせたという山田一樹、さあこれで2対1です。